本州で唯一猿が生存しないと言われてきた茨城県で異変が起こっている。2023年4月以降、住民から猿を見たという通報が急増しているのだ。9月末時点で100件以上もの猿目撃情報が寄せられており、県の公式サイトでは野生の猿が目撃されています。注意してくださいと、県民に向け注意勧告がなされているほど、 そもそも茨城県に猿がほとんどいない理由は諸説ある。最も有力なものとして、西に絹川、南は利根川、そして東には太平洋が存在するというものだ。三方を川と海に囲まれた地形の影響から、猿が県内へと移動するのが大変難しいというわけだ。そんな猿なし県に突如現れた猿の群れ、ワイドショー、サンデージャポン、TBS 系、 やバラエティ番組、世界丸見え。テレビ特捜部、日本テレビ系、などのテレビ番組にも出演、動物研究家として活動するアルティメットアニマルシティ代表のパンク町田氏に話を聞いた。群れからはぐれたいわゆる、離れ猿、というよりも、他県にいた猿の群れが茨城方面に移動しているのではないでしょうか。群れの中で猿の個体数が増えてしまい、 自分たちのテリトリーである森が手狭になったのではと。そうなれば当然、餌なども不足してしまう。そうなると猿たちは、生き残るため新天地を求めて移動するしかなくなります。もし群れごとの移動という見方が正しいのであれば、茨城県の自然豊かなど古化の地域に、今回やってきた猿の群れが定住するなんてことも起こり得ます。環境省の日本猿の保護。 管理に関する最近の動向によれば、全国における日本猿の捕獲数は年間2万から2万5000頭ほど。近年では捕獲数そのものも増加傾向にあるという。新天地を目指しているかもしれない猿たちは、一体茨城のどこへ向かっているのか。うーん、推測になりますけど、仮に、栃木や群馬、福島辺りから来た猿の群れだとすれば、冬場でも晴天が多く、 日光浴がたくさんできる茨城南部に向かうかもしれません。例えば豊かな森がある牛久、あるいは同じく自然豊かな龍ヶ崎方面とか。しかも、今年は猿たちの餌であるブナの実が不作。ブナの実はイノシシやクマも餌として食べている。このままでは猿だけでなく、時間差でイノシシやクマも餌を求めて移動する可能性も大。 猿が出没した付近に住んでいる方々は気をつけないといけません。前室の町田市。野生の猿と遭遇した場合、人間はどう対応すればよいのだろうか。町田市はこう話してくれた。野生の猿は人間を見ると逃げ出します。それでも目を合わせようとしたり、大きな声を出したりするのは猿が興奮するのでダメ。ところが人間慣れした猿は、住宅の中に侵入したり、 人を襲ったりすることもある。猿がそうなってしまう原因の一つに、人間による餌付け、が挙げられます。観光客などが可愛らしいと思って野生の猿に餌付けをした結果、人間を恐れなくなった猿が害獣化してしまう。だから安易な餌付けは絶対にしないでほしいです。10月は本格的な行楽シーズンが始まる。猿に限らず野生動物への餌付けは、絶対 NG。 です。